はい、今日は12月30日、今、午後1時半です。さっき1時にちょっと放射線測定をして、その後火をつけて、今、このくらいに、燃えてます。今から餅つき準備ですね。餅つき準備のための、今、お湯を沸かしてます。これで、もち米を蒸します。はい。よいしょ。朝見てみたら焚き火がなかったんで朝取りに行ってきました。で軽トラ乗ってますね。で今雨がちょっとパラついてきたんですよね。なのでちょっと車を入れ替えてここにバックして入れてます。それまではちょっとそこの入り口にポンとつけて止めてたんですけど、雨がちょっとパラついてきたんで、焚き火が濡れないようにここに入れました。はい。で、今からちょっとお湯を沸かす必要がありますので、沸騰させる必要がありますので、今からじゃんじゃん火炊きです。炊きをやります。はい。ちょっと今さっきから炊き始めたので、ちょっとしばらく時間がかかってます。今もう40分ですけど、沸騰しました。結構早かったですね。はい。この竹が、竹付けにはいいんですよね。竹の油があるかな、なのかどうか知りませんけど。で、ちょっと今、火が強すぎるので竹をちょっと減らしますけど。はい。うっ。昔は杵でついてましたけど、今はもう機械です。機械でつきます。だいたい例年5回、5数ぐらいですね。今年はちょっと量が少ないということで、4回で済むんじゃないかなと思いますけど、はい。ちょっとあんまり火が弱くなりすぎたかな。まあ、この辺はちょっと調整しながらやります。はい、2時5分になりました。だいぶ湯気も上まで上がってきたので、もう一番下はもういいんじゃないかなと思ってます。ちょっと、さっき若干見ましたけど、もう一回確認して、よかったら、落ち着きを始めたいと思ってます。よいしょ。おいしょ。おー。どうですかい？どうですかい？周りも大丈夫かね？大丈夫かね？大丈夫だわ。よし。ということにしましょうかね。ちょっと待ち。おい、おい。よいしょ。ちょっと、あんたをここに置いて、あんたをここに戻して。おいよ。よっしゃ。はい。あ、手袋どうしたかな。手袋をどうしたかな、さっき。まあいいや。あ、置いたかっち。はい。この機械でやりますよ。この機械です。ちょっと最初、締め方だな。ん？ふふ。撮影中。あ、まだ言うとらんだったな。またコンセントも、あら、こっちじゃない、こっちか。コンセントも取れませんでした。取れませんでした。はいはいはい。はい。ちょっと、若干水が湿らせとったからよかろう。見てみよう。あ、ねえねえ、ここはちょっとあれだけ。よいしょ。よし。と1丁あったろ。あと1丁あるとだろ。後で入れてね。ああ、入れる入れる。はいはい。あ？なんて？よいしょ。よいしょ。はい、今からはこっちと向こうの掛け持ちです。はい、それはちょっとこれくらいにしておきましょうかね。はい、今はこんな状態ですね。よいしょ。これこれ何年？入らんけどさ、半々に分けるかな、半々に。うん、入らんなら半々に分けないと注目かな。よいしょ。はい、このトイ袋はだいたい滑り止めで使うんですけど、これ新品なんですよね。お、新品でももうこんなに終わっちゃった。少しで、餅をあげるときちょっと素手じゃ熱いんで、これで水をつけて、餅をあげます。はい、そういう使い方をやってもらってます。こんな感じになってきました。よいしょ。おう、あ、落ちちゃった。当たった。ボロボロ事件。当たった。はい、センサーライトにちょっと当たってしまいました。だいぶできてきましたけど、まだつぶつぶがあるんで、ちょっとまだ。香りがきつい。うん、それはそうしてこそろそろできてるんじゃないかなと思います。若干つぶつぶみたいなのが見えますけども、このくらい限界なんですね、この餅つき。よいしょ。お、若干ちっちゃいんでした。ん？三つ葉入れてんべちゃべちゃな。おー、ついたぞ。ちょっとついちゃったぞ。お、よいしょ。あー、ついた。よし。はい、これで一回上がりですね。これをちょっと洗って、また次の入れて、これの繰り返しです。はい、撮影は、これで終わり。撮影は終わります。終わります。